ます。速稼塾の久保です。巷で言われていることが一つありまして、それはね、なんか障害者を餌にしてもう儲けているというね、業者があるそうなんですよ。これはね、なかなか難しい表現ですよね。障害者の方をまあいろいろとね、まあ利用して儲けてるんだっていう批判わかるんですけども、例えば私もですね、高齢者住宅、それとか一人住まいのお年寄りのところに行って、手すりをつけたりバリアフリーのスロープをつけたりとかっていうのをね、訪問営業で行って、で対価を得ていたことがあるんですよ。だからそれを言われてるのかなっていうふうに思っちゃいますよね。でもその高齢者の方はやっぱり私がまあ営業行っていろいろ説明したらね、それを納得してそれは助かるよということで、仕事をさせてもらったんですよね。まあそれは補助金が出るんで、実質本人さんの負担っていうのはあんまりないんですよ。でまあ、それでも何がしかの負担がありますんでね、その辺も説明して、でそのいつ頃にその支払いがあるのかとか、どのくらいの返還金があるのかね、そういうこともきちんと説明するわけなんですけども、じゃあ実際終わった後に何度もね、施工事後にもうお宅に伺ったりとか、身内の方にお会いしたりとか、近所の方にもお話したりとかするんですけども、じゃあ不幸を感じるかって言ったら別に感じてるようには思えなかったんですよね。それが理由にですね、そこからいろんなリピートをいただくというかね、紹介をいただいて、どん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 私の仕事は広がっていったわけなんですけども、それを障害者を利用して、社会的弱者を利用して金儲けにしている、金儲けのネタにしていると言われると、じゃあ誰がこれをやればいいのかな、ただでやればいいのかなということになってくるんですよ。でただでこの仕事をすればした人が今度社会的弱者になってしまうけど、どうなんですかってことなんですよね。最近でも令和新選組というね、政党がお二人のね、ちょっとこう車椅子の方を、全身麻痺の方をこう政界に送り込んだっていう例があって、それがね、猛攻撃を受けてる部分もあると思います。もちろん反対ではよくやったっていう声もあると思うんですけども、あれをですね、障害者を利用してって言うんだったら、じゃあああいうふうなね、重度の障害を受けた方っていうのは誰にも頼らずに一人で、何かをやらなければならないのかなってことにもなりますし、いや、 やっぱり利用してだろ何だろって言っても、票が集まるってことはそれに賛同した方が一定数いたってことなんで、もうこれは社会的な考え方の変革だと思わなければならないのかなと思ってしまうんですよね。皆さんどう感じでしょうか。そしてもう一つなんですけども、昨日はね、夏祭り、町内会の夏祭りの寄り合いに行ってきたわけなんですけども、もうだいぶね、夏祭りも煮詰まってきて、いよいよという感じなんですけども、この夏祭りなんですが、まあ最近はですね、エネルギーの問題、ガスとかガソリンの扱いがかなり慎重になってきて、屋台をやるときにガスボンベをね、いつも借りていたんですけども、今年はね、なんか借りれなかったんですよ。おお、ガスボンベ借りれなくなってきたのかっていうところで、私はね、将来的には電気でやる、まあ夜店っていうんですかね、そういうのを考えていたんですけども、やっぱりね、片っぽでは電気でやるとなんとなく夏祭りの雰囲気がないよねってことになってくるんですよ。でも夏祭りの雰囲気っていうのはあくまでも私とかがね、自分たちが幼い頃夏祭りを経験した時には、確かに煙が上がってきて、トウモロコシ焼いてとかね、イカを焼いてみたいなのありましたよ。ありましたけども、そのノスタルジックな思い込みをまたこのね、40代50代になっても固定観念として持っていてですね、そうじゃないと夏祭りじゃないっていう風な形を今度次の世代にも押し付けがちなんですよね。時代は変わりました。今の10歳前後、もしかしたらね、10代の、まあね、前半の12歳、13歳の子供たちっていうのは、夏祭りっていうのはもうすでにですね、もっとクリーンでガスなんて危ないの使わずに、もうすごくね、シンプルに、そして楽しくやってることを先入観としてるかもしれませんね。でそうなると、この若い子たちがですね、10歳に満たない子たちとか、まだね、10代の子たちとかが将来、夏祭りを自分で運営するようになった時に、ガスなんて使うの危ないと、そんないつの時代のこと言ってるんだよみたいなね、そんな先入観もできてくるんじゃないかなと思うんですよ。そういう風にね、時代は変わっていくものが、なんとなくね、地域活動においては昔ながらのものが変わってはならないみたいなことになってきたいないかなと思うんですよ。やっぱり時代に合わせてやっていくっていうところもすごく大事だと思います。まあもう片っぽではね、ノスタルジックを大事にするっていうのもあるんですよ。昔ながらのね、矢倉を組んで太鼓を叩いて夏祭りだぞっていうのをね、失いたくないなって気持ちがありますよね。特に日本人にはそういうこと多いんじゃないですかね。古民家を訪れてみたりとかね、古い田舎の家に泊まってみたいとかね、なんかそういうことがいろいろと渦巻いた7月27日でございました。それではですね、今日から
関西空港を挟んでインドネシアの方に行ってまいります。またインドネシアから放送しますのでお楽しみに。失礼します。